ちは。こんにちは。小林久美子です。今ですね、藤田から話がありましたように、本人ここで皆様に、本日のお礼を申し上げるべきでしたが、そういう理由で遅れて、まあ、本当に申し訳ございません。そして本日このような、たくさんの方に小林美希夫の一般質問会に参加をいただきまして本当にありがとうございます。小林も、この、県議になりましてもう2期、この3期目を目指しておりますが、その間一生懸命、県のため地元のため頑張ってまいりました。その、小林美希夫の勉強の結果を今日また皆様前で発表できることを本当に本人は喜んでおります。今日の小林美希夫の一般質問、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。